こんにちは、えのき商店です。今日はサンバーストの極みとサンバーストのソウルをご紹介いたします。こちらはですね、世界的ロックバンドラウドネスの活動40周年を記念してリリースされたものとなっております。プロデュース自体はですね、ギタリストの高崎明さんがされておりまして、ウイスキーの方はね、滋賀県長浜市にある日本最小とも言われているディスティラリーの長浜蒸留所が行っております。でこちらね、なんとファンには垂涎もののサンバーストというアルバムがリリースされたんですけれども、そちらのアルバム全曲をですね、繰り返し樽にずっと聴かせて熟成させたものとなっております。なのでね、こうアルバムと共鳴したウイスキーということになっております。めっちゃ贅沢ですね。で、それぞれ味わいとテーマが異なっておりまして、こちらの極みがですね、モルトウイスキーとなっておりまして、大麦から作られたウイスキーとなっております。コロナ禍以降ね、世界で巻き起こる紛争とか記録的な円安とか物価上昇とかね、不安とか不透明な世界の中ですけれども、強くね、生きる必要がある日本人へのメッセージが込められているということでね、あと高崎さん自らの人生をも投影した誇り高き日本人の精神と伝統の味に仕上げたということで、魂に響く形のウイスキーがこちらの極みということでございます。はい、でこちらのエディションソウルなんですけれども、こちらはね、ブレンディッドウイスキーとなっております。特にね、アメリカをテーマにしたバーボンテイストが強めのウイスキーに仕上がっておりまして、80年代中盤以降ね、ラウドネスが世界中から注目されて、で当時の世界の、ね、音楽シーンの中心であったアメリカに堂々と切り込んで、作品もね、ビルボードチャート上位にランクインするなど前人未到の活躍を行った、そういった過去に思いを馳せながら、自らが納得するまでね、アメリカンウイスキーのフレーバーを再現するということで、ブレンダーとともに納得いくまでテイスティングして作り上げたのがこちらのソウルということでございます。高崎さんのね、こうレジェンドたるギターサウンドを彷彿させる深い味わいに仕上がってますということです。かっこいいな。はい、それではテイスティングノートをご紹介いたしましょう。まずこちら、モルトウイスキーの極みからご紹介いたしましょう。こちらね、ソウルよりはちょっとね、若干色が濃いめとなっております。はい、こちらがオレンジやグレープフルーツを思わせる柑橘の甘みと爽やかさを合わせ持つトップノートの後に、次第に立ち上がる濃厚なモルトの香り、そして力強くスモーキーなアクセントが全体を引き立て、哀愁漂うメローなアロマが優しく包み込みますということです。こちらが極みですね。で続きまして、ソウルの方をご紹介いたしましょう。ちょっとね、こっちかな、うん、ライトな色合いに仕上がっております。はい、こちらのソウルがバニラやメープルシロップのようなトップノート、森林浴をしているようなウッドのフレーバー、樽由来のしっかりとしたオークのアクセントが長く続きますということです。はい、でこちらのウイスキーはね、ラウドネスの40周年イヤーの大作ということでね、こう長浜蒸留所のブレンダーとともに高崎さんが丁寧なテイスティングとブレンディングを繰り返すことはもとより、樽の選定までね、なんと徹底的にこだわったということで、かなりね、本格的なウイスキーに仕上がっております。こちらの商品をリリースするにあたって、それぞれね、コメントが出ておりまして、高崎明さんのコメントがですね、今回初めてウイスキーをプロデュースするにあたり、改めて自分の好みも分析し、長浜蒸留所さんにそのテイストのイメージをお伝えし、最初の試作品ができた後はテイスティングやパッケージなど細部に至るまで自分の直感を信じて作り上げた自信作です。多くの人に味わってもらえればと思いますということでね。で続きまして、長浜蒸留所のブレンダーさんのコメントですね。サンバーストのギターは深みのある赤色、鮮やかな黄色のコントラストが非常に綺麗なギターとされております。今回のウイスキーのコラボレーションにあたり、極みでは私自身の体験だったあのライブにおけるパワフルなギタープレイで世界を熱狂に包んだ高崎氏自身をイメージし、ギターのサンバーストにある深い赤を長浜の土地で熟成を重ねたシェリーダル熟成原酒を用い表現、そして燃えたぎるギタープレイからスモーキーな原酒を使用しましたと
ということで清見こちらですね、はい、で一方ソウルではラウドネスをかかる上で欠かせないアメリカでの活躍をコンセプトに力強いアタックと樽由来の香りを持つ長期熟成グレーンウイスキーを贅沢に使用、コクのあるバニラ香と輝かしい琥珀色が特徴のウイスキーに仕上がりました。高崎市と作り上げた個性の異なる2種類のサンバーストの共鳴をぜひお楽しみください。ロックということでございます。すごい魂のこもったウイスキーに仕上がっております。ファンの方ぜひこちらの方手に取っていただければなと思います。ということで今回はサンバースト極みとソウルのご紹介でした。ご視聴どうもありがとうございました。